孫は優しい5のお話をしていこうと思います。どうもファスティングマイサナアキです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、孫は優しいの5の、スーパーフードの5のお話をしていこうかなと思います。で、まあ5ってどういうことなのかって言ったら、ごま、つまり種子類のお話ですね。で、種子類というのはどういうことかって言ったら、ごまとか、あと栗とか銀杏とか、とナッツ類ですね。アーモンド、カシューナッツ、クルミとかマカデミアナッツとか、そういったものがこのごま類に入るんですね。あとチアシードもそうですよ。これもごまの種子類に入ります。これらの種子類っていうのはすっごい栄養素の高いもので、スーパーフードと言われているんですけども、でも取るときに注意しなくちゃいけないことが2つあるのでね、そのお話をしていこうかなと思います。で、まずですね、この種子類っていうのは、何を気をつけなくちゃいけないのか、一つ目なんですけども、これは必ず毒素を取ってください。種子類にはアブシジン酸という毒素が入ってるんですよね。そうだからですね、体の中に、アブシジン酸の毒素を持った状態の、この種類を体の中に入れてしまうと、ミトコンドリアっていうこの体の基礎となる器官、細胞があるんですけどね、それが弱っちゃうんですよ。で、弱ることにどうなるかって言ったら、体に節々に痛みが出たりだとか、しんどくなったり、だるくなったり、吐き気が出たりとか、体にとってすごい不調を起こしてしまうんですね。ミトコンドリア毒って言うんですけどね。そう、だから、ミトコンドリア毒になってしまう、このアブシジン酸っていう毒素を取った状態で、取り除いた状態で、この種子類を取っていかなくちゃいけないんですね。じゃあ、それはどうやって取っていくのかって言ったら、空入りするか、それと水に12時間以上浸すのかっていうことなんですよ。だから、ごまとかって言ってあるじゃないですか。あと、ナッツ類もね、ローストしてるじゃないですか。ね。だから、あれは、そのアブシジン酸の毒素を、取った状態で、かつ、そのナッツの、ごま類、ね、種子類の栄養素を得ることができるんだよねって。だから、すごいスーパーフードなんですよ、ということなんですね。だからですね、あとは玄米とかもそうですね。玄米は、まあ、いるっていうこともやったりするんですけども、水に12時間浸してから炊くってこともしますよね。だから、その毒素を取ることができるんですよね。で、次、二つ目気をつけてもらいたいのが、食べ過ぎに注意です。このごま類、種子類っていうのはものすごく栄養価が高いです。タンパク質、マグネシウム、食物繊維、カリウム、ビタミン類とかで、ビタミン E ですね、特に。そのビタミン E、まあ、アンチエイジング、アンチエイジング、つまりその老化を防ぐっていう効果があるんですね。抗酸化作用っていうのもあったりとかして、ものすごい栄養価に溢れてる。たくさん、とても高い栄養価を得られるものなんですけども、この脂質っていうのも多かったりするんですね。そう、油が多いんですよ。で、油が多いとどうなるかって言ったらね、やっぱり取りすぎは良くないんですよね。この種子類を取っていただく上で気をつけてもらいたいっていうのは、やっぱ食べ過ぎを防ぐっていうこともやっていただきたいです。思わず食べ過ぎちゃうと思うので、でもそれは、栄養価は高い分、やっぱり脂質とかね、取りすぎてはいけないものも入ってしまうので、しっかりバランスを取って取るようにするっていうことをやってくださいね。で、まあ、ここでね、ナッツ類で思うことは、やっぱりね、ナッツってね、手軽で取れるし、とても栄養価の高いものだから、もうね、本当に僕も重宝してます。毎日食ってますよね。ナッツ類っていうのは。うん。なので、本当ね、手っ取り早く健康になりたいんだったらナッツ食えっていうような感じです。でもね、たまにいてんのがね、ナッツだけ食っとけいいよみたいな人いるんですけど、まあ、そうじゃないからね。うん、それだけは分かっといてくださいね。ナッツを食べるっていうことは健康的にも美容的にもすごいいいことなんですけど、食べ過ぎも良くないし、それだけにするっていうのは明らかに栄養のバランスが悪くなるのでね、そんなことしてね、栄養だ、健康だとか美容にいいんだとかっていうのは言わないようにしてください。というところでですね、本日はな、孫は優しいの5についてお話をさせていただきました。本日の内容についてですね、また気になることがあれば下のリンクに、またご質問等ございましたら、いただければなと思います。で、あとはね、アトピーをね、解決したいっていう方もですね、下からお申し込みいただければ、詳細をお伝えしますので、よかったらよろしくお願いいたします。それではですね、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。